出てる。ライちゃん。いいね。あ、じいちゃん。どうふ。あ、で、姉ちゃん。いいよ、じいちゃん。はい。はい。いかがでんだ。たぬきこ散歩でございます。夏場は見えない富士山が目の前にそびえております。たぬきこはね、富士五湖とは違ってね、人工池ですね。人工池、なんか釣り人たくさんいらっしゃいますけど、あれだそうです。ヘラブナを釣ってるらしいです。富士山背景にたぬきこでございますよ。今の前で次ルナバッチャ戦闘機って頑張ってます。新人めっちゃええとこで座り込み始めたな。富士山入ってるな、あじいちゃん。もうすぐ来た、かまちゃん。なんかもう座り込み始めてるし、おやつタイムにしようか、ね。あそこでほら寝てるけどね、いつ起きるんやろうね。あ、起きた。お前分かりすぎるわ、早いよな。もうちょっとお前ためよな、芸人やったら。もうちょっとそっけないふりをするんやな。あで姉ちゃん、ロイおじいちゃん、スペアリブです。これ食べれるかな、あんた。硬いのこれ。はいはい。あ、ルナ食べれてる。もうまだね、雪が、日陰の部分には残ってますね。やってきましょう、テントサイトね。富士山が見えます。目の前に富士山ドーンって見えるんでね、麓っぱらよりちょっと近い感じかな、富士山に。いいとこですよ。ただね、車の乗り入れができない。で、料金も安いしね、ここ公営やから。いいとこなんですけどね。ほら、富士山やで。あれ、ほら、行ってほら。ほら、行ってほら。ほら、ロイ、行ってほら。ロイ、行ってほら。行ってくるんだよ。まだ怪しいんだよ。はい、匂っといでや。はい、匂っといで。あて、行っといで。はい、行っといで、はよ。はい、行っといで、はよ。はよ。いかんのかい。ああ、分かってる、分かってる。で、ルナはすごく外を歩くのが好きなので、あのすごいゆっくりですけども、うちの散歩フルでついてきてるから。ああ、そうなんですか。でも10キロ余裕で歩けます。すごいね。アディネちゃん、いっぱい走りましたね。走るの撮ってなかった、ごめん。すごかったね。今日のランチはバターチキンカレー。バターチキンカレーだよ。いいだろう、アディちゃん。兄ちゃん、枕にしてもらいます。